はい、はい、どうもこんにちは。来たよ。水曜日でございます。レビュー第何弾ぐらいかな。結構やってますね。結構やってますね。またちょっとご提供いただきました。しかも今回はね今回は面白いものをねいただきました、うん、ちょっとね車関係ではないが、まあ、それに近いものが、まあ、なんとラジコンでございます。ラジコン、メーカーは GP トイズから出しているバギー、バギーっぽいですね。バギーのラジコンです。全部英語なので向こうのやつかな。パサッて、まあ、色はグリーンです。なんか3種類ぐらいあるそうです。開けちゃうよ。オープン。ガラスをクローズ。なんで説明書、全部英語。なんか壊れてもスペアパーツが買えるみたいです。おう、それじゃいいね。そうなんです。ってことで、あ、やべえ、ハサミ忘れた。はい、こちら今開けました。こんな感じです。で、この4つを取るとカバーが外れます。で、ちなみにこれ肉です。なんか日本くない。でもね、これすげえ、ま、すごい回りよくない。めっちゃ回る。これベアリングとか入ってるの。入ってるすげえ。普通のあのラジコン作った方ならわかるかと思います。ちゃんとベアリング入ってますね、これ。あ、ベアリング入ってる。ちなみにアブソーバーもちゃんとついてますよ。おお。結構。スターパーツがあるっていうのもまたいいですね。そうですね。壊れてもいいっていう。うん。このピンなくしちゃうと、うん、ケアバーがつけれなくなっちゃうんで気をつけてください。あ、プン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 。はい、ガチャ。で、これをパカッと外します。そしてここに電池が入ってません。ちなみにこれが付属品ですね。ウェンチ GP トイズ S 充電器コントローラーですね、うん、コントローラーがちっちゃいね。それアンテナそんなちっちゃくて大丈夫なんですか。なんか結構届くみたいなこと書いてありましたよ。 80m だか。それは 2.4G ですか。 2.4 です。おー、そう、 2.4G とは何。 2.4G とは、うんと、無線ってそのいろいろあるんですよね。バンドがね、何チャンネル、チャンネル数がかぶっちゃうと混線してしまうんですけど、 2.4 っていうのはもう世界に一つしかないらしいです。なので混線しないという、だからあっちこっち行っちゃうんですよね。うん、やっぱそのバンドがかぶっちゃうと。けど 2.4 ならどんな無線が入ったとしても混線しないのでちゃんと動くという、画期的なバンドっていうのさ、うんですね。でもこんなんで使ってるのはすごいな、最近は。とスペアのピースと、さっきなくしちゃったら困るっていうバンドのスペアと、あとこれタイヤ外す工具もついてます。うん、 GT フィンク。うん、あ、ここだ。うん、あ、それの用のビスだ。予備のビスじゃないわ。失礼いたしました。失礼いたしました。そしてちゃんとドライバーもついております。アッシュです。だったら刺せばいいのかな。刺します。ガチャ、やっぱおもちゃですね。ガチャッチーです。あと尋常じゃなく軽いリモコンがこれをガチャッとはまります。ん、なんやかんやありましたがつきました。続いて電池を入れます。ガチャ、はい、できた。あ、電源入ったのかな。おお、勝手に動かないなんだなんだ
あ、どこ行っちゃった？壊れちゃう。アクシデント発生。こういうことになるので気をつけましょう。これ電源入れてたよ。浮かせたらよくない？車ですね、電源を間違えて入れると暴走してしまいます。なのでこっちをオンで、次にこっちをオン、そうするとググって動くんですよ。ググって、そうすると正常に動きます。ボディにフィルムがついているので剥がします。これ剥がすとめっちゃ綺麗になりますよ。うん、まあ、つけててもいいんですけど、別に取った方が綺麗ですよ。おお、すげえ綺麗。やっぱりテカるね。気をつけて、ボディ。おお、しっかり動くじゃないか。向こうからカーッと通り過ぎる。横転事故。なかなか面白いですね、このラジコン、うん、パワフルでした。めっちゃ速いし、うん、しかもめっちゃ回る。ベアリングは素晴らしいでしょうね。これいくらでしたっけ？7500円です。安いな。これなんかプレゼント用とかにいいんじゃないですか。そう、ね、子供のクリスマスとか、ね、充電を何分遊んだんだろう。充電が180分でフル充電らしい、うん、で何十分ぐらい、30分ぐらい遊んだかな。30分ぐらい遊んだでしょ。遊べますね。まあ、充電時間長いんですけど、まあ、そんなもんですよ、ラジコンっていうのは、うん、で、一つ難所が肉なので砂場だとすごく滑る。そう、まっすぐ進めません。
コンクリートなら全然グリップ効くんでいいですけど、うん、まず走れる。そこだけかな、唯一なんか操作しづらかったのかあったの。うん、4区ならいいんだけどね。そうそうそう、もうちょっとね、ちょっとたまにスタックするという、うん、ああそうだね、うん、土のとこだと、土っていうかまあちょっとボコボコした深いところ、まあでも十分だね。十分ですね、普通に遊ぶ分には、うん、問題ありませんよ。結構ねこれね、足も柔らかいんだよ、だから結構いける、うん、いけるね、うん、空転スタックしなければ。他なんか悪いとこ気になったところはここにありません。うん、水の中でも大丈夫だし、そうなんか浸かりすぎちゃうとバッテリーまで行くとアウトらしいので、あまり思いっきりボジャーンっていうのはまずいですけど、うん、家の前の水溜りくらいだったら、うん、ね、全然いけると思う。じゃ生活防水ってなってるので、うん、使用はなのでなかなかいいんじゃないですか。そうですね、かっこいいし。そうだね、かっこいいよね、うん、これ普通にかっこいい。その部分には問題なし。問題なし。皆さんもよかったら買ってみてはどうでしょうか。うん、楽しかったね。楽しかった。だいぶ楽しかった。うん、ちょっと大人を忘れて子供に帰ってしまった。でも普通のラジコン持ってる人にはちょっと物足りないかな。ああ、そうね。直角的なやつ持ってる人にはちょっと物足りないけど。あくまでもおもちゃなのでこれは、うん。普通のラジコンはおもちゃじゃない。おもちゃだけど、おもちゃじゃないちょっと難しい。あともしも壊れてもさっき言ったけど、そう、アフターパーツね、そう、アフターパーツが出るので結構豪快にね、やってもね、大丈夫だね。分解図と部品番号載ってるカタログ入ってるんで、箱の中にそれ見てもらえる。どこで買えばいいのかな。ネットか、多分ここのホームページ飛べば、うん、多分いけると思いますけど、詳細は載っけとくので、うん、そう壊れることないと思うんですけどね、思いっきり突っ込んだりしない限り、うん、そうだね。まあ人の迷惑かかんないとこで必ずやってください。そうです、うん、危ないんでね、結構スピードも出るので。そう、多分ぶつかると怪我します。怪我しますね一応このハンドル、ラジコンやったことある人分かると思うんですけど、ここをまっすぐにしててもずれる場合ですからね、ちょっと斜めに進んでったりとか、ニュートラル位置を出しとかないとまっすぐ進まないんで、ここの見ないな、ここの裏、このステアリングの裏のとこにダイヤルみたいなんですよね。これでちょっとゆっくり走りながら、こうちょっとこうハンドル切らずにまっすぐ走ったとこでニュートラル設置しなければまっすぐ走るんで、箱開けてまっすぐ進まないじゃん、壊れてるよってならずに、ちょっとここ調整してみてください。そうするとまっすぐ進むんで。ちなみにこれだいぶずれてました。だいぶずれてるね。今ね結構ずれてるね。ずれてますか知らない。GP トイズからラジコンの提供をいただきました。ありがとうございました。皆様遊んでみてください。買って結構おすすめですよ本当に。概要欄に貼っとくので見てください。じゃあねー。杉山でした。Hey Michael! どうしたんだっちょ？スリナムって知ってるか？知ってるよ、あの面白い動画出してる YouTuber だろ？ Yes! でもな、あいつらな、いつの更新すると決めてねえからさ、わかんないんだよ。そんな時登録ボタン押せばいいんだよ。なんでその登録ボタンって言うの？マイケル知らないのか？知らないよ。ここに出てるじゃないか。今すぐクリックして。ここ押せばいいのかい？ええ。わお！できたよ。Yeah!